じができつつある。今月7日に築地市場から移転される予定だった豊洲市場、すでに来年以降への移転延期を決めている小池知事は、市場の新たな移転時期を判断する上で今後解決すべき課題と工程をまとめ明らかにしました。安全性への懸念、それから巨額でかつ不透明な費用の増加、情報公開の不足が解消されていないと、ステップを確実にクリアしていけば、これらの疑問もですね、解消されるものと考えております。食の安心安全、小池知事がまず解決すべき課題に挙げたのが安全性の検証です。豊洲市場の地下からは国の基準を超える水銀などが検出されたことが分かっており、現在行われている専門家会議を通して安全性の確認と対策を示すとしています。それが示された上で、豊洲市場への移転に伴って重大な環境問題を防ぐための環境影響評価の手続きがやり直しとなった場合、最大で1年3ヶ月の期間が必要となるという見通しを明らかにしました。移転が1年以上先送りされる可能性も浮上しましたが、小池知事は改めて食の安全安心を確保するために必要なステップと強調しました。その上で移転を行う予定だった業者に補償を行うため、今月中に検討委員会を立ち上げて話し合いを進めていくと話しました。8月に就任してから3ヶ月が経過した小池知事、市場の移転延期に東京オリンピックの会場見直しと山積みの課題に取り組む中、変化に都庁職員も戸惑うこともあると思うという認識を示しました。そして環境問題に絡めながら次なる段階に進む意気込みを話しました。大きな課題、それもタイムリミットのあるものについては、この課題を出し、それに対しての道筋ができつつある。わずか100日でありますけれども、もうなんか10年分のエネルギーで使ってやってきたかなと思いますけれども、まだアクセルはずっとふかしっぱなしで、ただし CO2 はあまり出さずにやっていきたいと思っております。